なんとあのギャラクシーが LTE 対応になりました。じゃん、こちらですね、ギャラクシー S2LTE。 こちらの説明をしていただいてもよろしいですか。はい、はい、ご説明させていただきます。はい、まあ、ギャラクシー S2LTE という商品になりまして、はい、前モデルのギャラクシー S2 をベースに、まあ、LTE 対応した、まあ、商品になりまして、はい、先般、8月にですねグローバルでも発表された、まさにグローバルフラッグシップモデル、はい、ギャラクシーのフラッグシップモデルということで、うん、いよいよ日本に登場というところでございます。はい、はい、こちら触っちゃってもいいですか。どうぞどうぞ。はい、じゃあ操作方法をよろしくお願いします。はい、はい、まあ、LTE、まあ、弊社クロッシー対応というところで、はい、まあ、屋外で最大35メガ、まあ、それぐらいのスピードが出ちゃう超高速マシンなんですけれども、はいはい、イメージとしてはですね、動画がどれぐらいのスピードができるかみたいなところもあるんですが、はい、まあ、これぐらいのスピード感でページの読み込みからですね、はい、何からやってくれますと。はい、はい、で動画のサイトを僕は今行きたいと思うのでちょっと待ってくださいね。はい、ムービー。じゃあ早速動画の方を、はい、見ましょうか。はい、クロッシーなので、はい、とても読み込みが早いんです。これぐらいのスピード感、はい、もうすぐ再生が始まってます。もう今すぐでしたね。はい、はい、でですね、今これ YouTube なんですけれども、はい、まあ、定評のあるギャラクシーのですね、うん、スーパーアモレットという有機 EL ディスプレイを採用しておりますので、はい、うん、お手元で超高速通信で超高精細動画がお楽しみいただけます。超高速で超高速超高精細です。超高、はい、すごい超です。これはすごい早かったですよね。はい、はい、こんな感じで、あ、なんか こちらは、はい、まあ、別売りなんですけれども、はい、こういった卓上ホルダーもご案内させて、ご用意させていただきましたので、はい、まあ、充電しながら音楽を聴いたり動画を見たり、はい、まあ、超高精細超高速でですね、はい、楽しんでいただくこともできますと。はい、はい、こうスピーカーがついてるんですね。スピーカーはついてないんですけれども、はい、まあ、本体端末 の音響をよりこううまく聞こえるような仕組みで、はい、設計がされています。はい、で、あと、まあ、ギャラクシーで定番なんですけれども、はい、まあ、やはりギャラクシーというと超高速 CPU、はい、これが 1.5GHz のデュアルコアを採用しておりまして、はい、操作性もですね、まあ、まあ、皆さんギャラクシーといえばそこを ご評価いただいてるんですが、はい、超サクサクと超サクサク、はい、もうなんか今回超がもうつきまくりのギャラクシー S2LTE でございます。はいはい、すごく進化したもので、ますます進化した、ね、ますます、はい、すごいサクサク、こちら店頭で味わってみてください。